乾杯。お疲れ様です。バーナラリンです。ももです。エリカです。はい、今回なんですけど、超精密性格診断やっていきたいと思います。今回はももちゃんバージョンです。ね。どうなるんだろうね。当たるかな。怖いよね。それではどうぞ。はい、ももちゃん。わかった。あっ。一番陰キャだ、ももさん。ほら、陰キャやったじゃん。陰キャだ、陰キャ。普通のハッパー陰キャ。え、じゃあみんな頑張ってる。だから陰キャです、うちら。そう。数字がね、ちゃんと物語ってる。怖いわ。はい、で、知覚の方法が感覚型なので、五感を通した体験を得意とする傾向があります。お、だから、うちイメージとかできないんだよ。そうだ。ADM マンじゃないの。めっちゃ、何にも。現実主義者だ。そう。目に見たものしか信じられないタイプだ。え、でもお化け信じるじゃん。お化けは信じてます。え、それもあれなのか。感覚じゃないのか。え、怖いとかさ、こういう思いしたみたいな。あ、でもそれ六感だからね。そうか。行動っていうか、愛ではない。自分の中で新しく生み出すとかはない。経験から判断の方法が思考型、合理的客観的に考え判断する傾向にあるって。でも客観的に見てこうじゃないとかさ。ああ、それは。言うかもしれないよ。外の世界との接し方が判断型で、合理的な情報を優先する傾向にあります。だってここ難しくない？合理的ちょっと全然いいな。合理的とか、あ、でもなんか四角ないし、バランスいい、バランスいい。ずば抜けてたけてるっていうのはないんだね。ないない。3人の見てて、あ、ね、うちも思った。これさ、こういうのないよね。ないよね。もっとある人いるのかな。やってみたいね。ね、うちらバランス型なんで。バランス型ね。よく言えばね。そう。あ、当たってる当たってる当たってる。頭の回転が速い。確かに。そうか。で、少し補修的、優れた粘り強さ。粘り強さ。決断力なくない？でも。ない。ないよね。これ嘘じゃん。ない。本当に優柔不断。本当に。ももさんの属しているカバ型の人々は実用的な思考能力に優れており、仕事を行う上では誠実で現実的に物事を捉えることができることから、組織の中枢を担う存在として活動しているマネージャータイプ。カバ型の人々はルールを遵守しており、現実的に問題解決することが得意であるために、例えば警察官や公務員などルールや規則の伴っている組織に求められる資質を持っていることが言えるでしょう。仕事への誠実さと問題解決能力には一定の信頼があり、組織の中でも重宝されることでしょう。だってあ、でもそうかも。一定の信頼感があり、仕事の誠実かだと、なんか自分だと分かんなくない？分かんない。そう、私誠実とか言えないよね。思ってたとしてもね。基本的な性格、カバ型の人々の最も大きな特徴は自己管理能力が高いことで、自分ルールに限らずルールを確実に守ることができる誠実さは他の動物のタイプでも光るものがあります。物事を判断する中では憶測や感想を持ち出すことをせずに事実をベースにして語ります。逆に言えば、話のテーマに憶測や感情論を持ち込む場合、戸惑ってしまうでしょう。コミュニティへの忠誠心が強いことから、組織の中でも働き屋であることが知られています。おお、当たってますね。さすがエースね。そうですね、エースなんで。あなたはバーナラにとってもエース書いてあった。すごいすごい。だとしたらカバ型の人々は忠誠心が強く精力的ではありますが、その一方で利用されやすい性格であるという欠点があります。カバ型の人々は真面目であり、ルールこそ絶対で従って生きていますが、世の中には悪知恵を働かせる人も少なからずいます。柔軟に、時には当たり前を疑ってみるマインドは大切です。だってきました、ももちゃんの恋愛事情です。これ当たってるんじゃない？これどうしよう、熱くなってきた。ももさんのタイプであるカバ型は真面目で誠実なので、異性からも信頼を得やすいタイプになります。でも真面目で誠実なのはそうだね。確かに。恋愛においては一人の人と真剣に関係を築き上げ付き合うことができます。遊び相手というよりも真剣に交際したいタイプとして真実を集める傾向にあります。これ当たってる当たってる当たってる。嘘。じゃあ向こうが遊びで付き合いたいとかじゃなくて、真剣に付き合いたいって思ってガンガン来る人が多い。嘘。うち聞いてるもんだって。何かね、恋愛相談載ってるけどさ、なんか友達泊まることは多いかもしれないですけど、じゃなくてさ、多分そこじゃないですか。引っかかったところマジでそうですよね。じゃなくて、多分彼が言ってるのは所詮そのどう言ってんだよ、体の関係だけでいいやっていう軽く見られる恋愛になることはないですよ。ああ、いいこと書いてある。そうだよ。え、絶対うち自分の失った着たいやつだけだばっかりじゃん。え、それはないですよ。みんな多分真剣に付き合いたい。聞いてこそこ熱い熱い。次行こう。はい。ということで、比較的モテ期も男性型であることが多く、若い頃はあまりモテなかった場合にも、そうだ。若い頃モテなかった。ね、年を重ねるごとにモテ始める傾向があります。あ、当たってる。でもなんか最近って言ったらあれだけど、20代になってからかもしれない。あれ見たらね。マジブスだもん。最近の写真とか出したいぐらいここにパンって昔ブスでしたみたいな。あ、あの写真やめるか。一定の生活の質を保ちたいと思っているのですが、もし交際相手がガサツな人、私生活が不器用な人である場合にはストレスを感じやすいかもしれません。性格の根本が真面目な傾向が強いため、恋愛においても真面目すぎることが原因で恋愛がうまくいかないことや価値観の違いにより、そんなこと書くな。これからね。そうだそうだ。真面目なことはいいことなのですが、相手から見ると刺激が足りない、面白みに欠けるなどの印象を受けやすいことに注意が必要です。時には真面目さを崩すことも恋愛においては大切でしょう。だからさ、真面目すぎてさ、もう彼氏だから、自分の大事な人だから、ここまでしてあげたい、あそこまでしてあげたい、喜んでほしいがもう一とかさ、単に刺激的であるし、でもさ、それ言ったらさ、ちょっとセクシーな下着つけた方がいいのかなとか、そっちに考えそう。違うの？いや違うよ。セクシーな服着てさ、でも刺激はわかんない。何したら刺激与えられるの？ね、ぜひ教えてください。女性からしたらわかんない。何が刺激的な女なのかわかんない。で、それに加えて感情表現が得意な方ではないことから、相手にうまく感情が伝わらないことも他のタイプと比べると多い傾向にあります。楽しい、嬉しい、悲しいなどの感情を相手に伝えることは、すれ違いを起こさないためにも必要でしょう。また、交際をする中で一人の時間も一定必要とすることから、あまり密接しすぎないようにお互い気をつける必要があります。でもこれはね、やっぱ長く付き合うんだったら、やっぱ一人の時間も大事にするべきだし、あんまり一緒に過ぎてもやっぱうまくいかないから。やっぱり気をつけた方がいいと思う。さすが鹿型。さすが鹿型。でもそうだと思うよ。長く付き合いたいんだったら、一人で時間も大切にして、あまりくっつきすぎない方が、頭が似てるね、恋愛からね。だって多分一緒にいたいタイプですよね。自分を確かにずっと一緒にいたいもんね。ずっと一緒は飽きるよ。なんかね、距離を置くとね、飽きちゃう。逆に距離を置くと、あ、こいついなくても私生きていけるって思った時点でもスッてなっちゃうんですよ。ある程度さ、一人の時間も大切にしてたら、その人がいなくなっても生きていける。だからいいの。依存しすぎないことが大事なんだよ。依存しないと恋愛できません。普段からちょっと開けとけばそうならないってことじゃない？ちょいちょいね、ずっとこうやってるから離れた時にそうなっちゃうけど、ちょっとこんぐらい開けとけばずっとリハビリ今日は2時間とかさ、2時間、明日は6時間でも限界ぞ。そうですよね。無理。はい、仕事です。カバ型の仕事におけるモチベーションは、経済的に満たされることと日常の幸福になります。カバ型は具体的な報酬を得られず、空想にも近いアイデアのために働くことはしないでしょう。カバ型にとって仕事の環境はとても大切であり、仕事仲間の雰囲気や福利厚生、エンジニアであれば快適なパソコンが支給されることは大切です。カバ型は第三者から見ると常に仕事で忙しく、よく仕事をすることで知られており、鋭い観察力を持っていることから一目置かれることも多いでしょう。仕事は確実にするものの、気分によりパフォーマンスが上下することになります。上げさせてくれ。そのような時には、周りの人はカバ型の人にポジティブな言葉を投げかける必要があります。はい、今日も綺麗です。今日もいい感じです。で、ももちゃんの仕事での長所、仕事にも人間関係にも誠実さがあります。資格を大切に考えており、チームをまとめます。忠誠心を持って仕事に取り組みます。冷静さを持っており、取り乱しにくい。そんな仕事中取り乱すやついないのに。でもさ、店忙しくてもさ、結構冷静だよ。グラスなりない。3章、悪口見ていきましょう。周りからは冷たい人だ、おとなしい人だと見られる。分かんない。変化に弱く、新しいことに抵抗がある。あ、でも新しい、ちょっと抵抗。あ、抵抗。あ、道理で最初会った時ちょっと壁あるなって思ったんだけど。だからうちがね、圧かけすぎた。なんか若くてめちゃくちゃ可愛い子入ったからって。何してくれてんの？いや、だってさ、そうしとかないとなんか、マジ可愛い。何してくれてんさ、このだってマジ可愛いからしょうがないじゃん。どんな今知ったんだけど、そうなのって言ってた。めっちゃ言ってたよ。料理あれくらい冷たい人だって、ああこの人冷たそうって思ったかもしれない、もしかしたら。でもうち本当に言われるもん、最初初見とかなんか言われる。なんかさ、一緒に出かけた時にさ、知らない人話しかけられた時にバカ冷たいみたいな。はい、今せっかく冗談で終わらせようと思ったらガチじゃん。じゃあラジなの。え、まずこんな冷たいんだ。内向的だから陰キャだから聞けないし、これ来られても困るの。うん。だからそうマジでこれって感じになっちゃって、冷たい人ってな思われる。そう話しかけるの。え、なんかびっくりしたうち。めっちゃ壁作る。めっちゃ作っててびっくりした。えって思って。外では話しかけないでください。急に話しかけないでください。ももちゃんとかやめてください。リーさんもそうだよね。あ、うちもじゃないとなんかね、いや来られてもやる。え、困る。怖いもん。つってもあ、全然興味ないんで。壁。壁を声かけられても無視。ね、LINE 教えてくださいって言っても、携帯見て。そうやってないです。私とりあえず LINE 交換する。なんでだよ。違うだってさ、めちゃくちゃしすぎて執着されても困るから、すっごい対応よくして、ああ全然大丈夫です、そうなんですってするまではあれかもしれないけど、ああ全然いいっすよっつって、今度連絡しときますねって言いながら別れた時にブロックするが個人的に一番スムーズに進む。そうね。うちなんかちょっとわからないとかってなんか外人だったり、いやもうわからないこの来たばっかみたいな。ちょっといい風にしとくとね、あそうなんだって出てくる。いやいやだからかうち調子乗ってんねん、ベーッと最後言われるから、ブスって思うなら話しかけないでね。ブスに話しかけてきてるんだよお前。そうだよ。はい、ということでいかがだったでしょうか。みんな陰キャだったっていう事実が分かりましたね。分かりましたね。果たしてね、当たってるのかな。もし気になる人は本当にそうかってね、もし奈良に来たことない人は確認しに来てもらってもいいし、草津面白いかもね。確かにと思いながら見てるかもしれないね。当たってるねとかさ、あこれは違うよとかさ、いい面でも悪い面でもね、ぜひコメントください。コメントください。または話しましょう。